はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2022年10月7日、ね、金曜日ということでね、はい、雨ですね、今日一日雨でしたね。なんとかあの収穫出荷ね終わりまして、はい、夕方なんですけど、夕方ちょい前ですけどもね、今日はもうこんな感じで、ダメですね、仕事にならんですね。明日は晴れるみたいなんでね、また朝から頑張って、植え付けね、だいぶまだ残っているのでね、10月7日、いやー10月入ってもね、こんな遅くまでね苗が残ってるっていうのは初めてなんですけど、どんどんね後ろに引っ張って引っ張ってやったんでね、まだこの辺撒いたばっかなんですからね、タアサイだとかね、白菜もまだあるし、ブロッコリーがまたちょっと虫に食われ始めたな、はいはい、ということでね、まだブロッコリーもあるしということでね、タアサイね、はい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 、まだまだこっちもあるね、はい、こんな感じでね、まあまだこれだけ残ってるので、まあ今年はねこれでもだいぶ少ないんでね、楽は楽なんですけど、ちょいとねあの虫にだいぶやられましたんではい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 、これ昨日撒いたやつだしね、そんなことでね、なかなか今年はいろいろ大変ではありましたが、いや寒いね、もうフリースちょっとね着込んでね、はあ、寒くなりましたですね、ようやくエアコンが終わって、あのこれから秋からね冬へと向かう季節に入りましたですね。まあこれでもう10月ね、台風がね来ないことを祈って、これでなんとか10月末まで逃げられればね、今年はこれで、夏が終わり、そして秋が終わっていくなっていう感じですよね。はい、まあ今日は冷たい冷たい雨でね、さあ冬が来るなっていう感じをしておりますがね、はい、まあで11月入ったら今度はね春先に向かっていくということで、いやいやいや、これでね10月今日が7ですよね、あもうちょうど1年ですね、はい、こちら新規収納5度目のねこの地にやってきて、まあ1年になるんですけどもね、あ雨が当たるな、まあ本当にね、なんだかよく、まあ本当にあのなんだかよくわからないんですよ、やってることはねなんでしょうね、なんかある程度ね、もちろん合理的に考えて動いてるはずなんですけど、なんか冷静に考えるとやってることはよくわからないというか、むちゃくちゃだったりするのでね、何なんだろうなと思うわけですけど、まあ常識的に考えればね、そんな農業やりながらこうやってね、どんあの移転していくっていうことは多分普通に考えればね、あの考えられないことなんだろうというふうに思うんですけど、そうなんですよね、だからね新規収納で5回もやってるっていうことは、冷静に考えればやっぱりちょっとおかしいんだろうなっていうふうに思うんですけど、まあ自分の中ではねその都度考えて答えを出してこうなってるので、その結果こういうところにたどり着いてるわけでね、なんだか よくわからないんですよね。ただそんなに自分の中で間違ってる感じはしないんですけど、ただ大変かどうかっていう話になってくると、大変でないわけがないのでだからよくわからないんですよね本当にね、何がどうなってるのかっていうのはね、難しいところであるわけですけども、今日は寒いやね、今日はだからなんかね、撮影するネタも特にないので、もう種まきもね、あとね、あと何まくかな、あともう最後オータムを2、300まいてそれでもう終わりですかね。ただ10月終わりになったら今度はね、来年のその越冬する春キャベツですねというのを、春並みとかね、なんかそういうあの越冬して、5月ぐらいにできるキャベツ、5月4月ぐらいを狙って、やるやつですね、それの種まきがあると思うので、それがやって終わりですかね。11月入ったら今度はね、もう何回も言ってるように春人参のねトンネル栽培が始まってくるので、もう10月来月からトンネル張っていきますのでね、トンネルのねビニール資材はね結構この辺の人はそんなにトンネルをやるって感じじゃないのでないようなので、あまり 買う人はいなかったので、それは逆に助かりましたね。まあ僕は多分ねトンネルバンバン張りますので、まあだからこの地でね初めてそのトンネルで作ってどんな感じになるのか、大根、人参、キャベツ、白菜がどんな感じでできるのかっていうのはね、ちょっとこれもやってみないとわからないので、
頑張ってやろうとは思ってるんですけどもね。さあそんなことでね、これから冬に向かいますね。なんかやっぱりこう、なんつったらいいんですか、農業やってるとね、冬はやっぱ春夏と違ってね、どちらかというとこうメインじゃないので、冬はだって4時になったらもうね暗くてね、3時半ぐらいで仕事終わっちゃいますからね。だから意外とね冬にいろいろね、夜の時間が長い時にいろいろものを考えたりとか、なんかいろんな準備をしたりとか、そしてやっぱり土作りですよね。まあ土作りはだから11月入ってね、11、12、1、2とこの4ヶ月でね、だいたいでメインがね、もう1月入ったらジャガイモが始まりますから、11、12あたりで ね堆肥を入れる場所だったらドカンと入れるというようなことをね準備していったり、土作りはねだから冬にメインに持ってきて、で年が明けてね2、3、4とかあって暖かくなる時にもう忙しくなってきますから、こういう時にね土をどうのこうのとかってやり始めるとちょっと忙しくなっちゃうので、冬にねしっかりもし堆肥を入れるなら入れる、あるいはぬかを入れるんだったらぬかをドカンと入れるというように、冬にね土作りのメインを持っていくっていうことがね実はとても大事なことで、まあそれをやっておけばねそんなに翌年バタバタすることはないんですけれども、まあそういう意味では11月はそれはそれなりに忙しいわけですよね。はい、さあそんなことで、わ寒いや、今日はまあちょっとね早いですけどね、まだ明るくて、昨日は結構ね真っ暗になるまでもう新規就農6年目の彼が帰る頃にはもうこの辺も真っ暗で何も見えなくなったぐらいでねやりましたけど、今日はちょっとね早く帰って、こういう時にあれですね、なんか近くに温泉でもあればいいなと思うんですけどもね。昔はだから千葉時代はね、なんかスーパー銭湯みたいなのがね田舎にあって、スーパー銭湯っていうか何ですか、なんかそういうこうあって、よくそこにね行ってたんですけどね、まだ僕はこっちそんな土地勘がないのでね、そんななんかスーパー銭湯とかどっか行きゃあるんでしょうかね、よくは知らないんですけどね。ゆっくり温まりたいね、そんなようななんか季節ですね。これ秋の長雨が始まりましたねこれね。さあそういうことで、まだ明日ね、まだほうれん草とかねバンバン巻かなきゃいけないんでね、まだ大根も最後ねバツンと巻いてないので、この湿り気をね利用して頑張ってね最後追い込みをかけたいと思います。忙しいね、10月末までは本当になんか来年以降もねやっぱり10月は多分このままペースでやっぱり忙しそうになりますね。で意外とねやっぱり7月とか8月特に前半戦のね大根とか多分撒いてももうできないですね、この地域では。あれだけもうちょっとね痛みが入ってるってことは多分もう8月の大根はもうないですね、この地域は。だからまあこうやってね作り続けていけば大体見えてきますんで、1年やればね、大体この適地適作というかね時期的なものも大体見えてくると思いますので、それでね大体見えてくるかな、分かってくるかなという感じはします。まあ1年経ってねいろいろ状況が変わったりね、これからこんな感じになるなっていうねそういう流れもありますので、まだまだね実を言うとこの作付けも含めてねまだまだ様子見でございますね。今借りてるねここのこのハウスがあるこれもね、まあ1年経ってね状況がちょっと変わってたりすることがあるので、まだどんな感じになるのかもう分かりませんしね、まあ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 いろいろでございます。はい、寒いやということで今日はそんな感じでございます。特に何もないネタで申し訳ないです。はい、ということで、雨ですね、以上です。秋の長雨の始まりの雨だと思います。それではまた。 Thank you.